こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。前回の動画では心の中にはたくさんの自分がいることをお話ししましたね。同じ自分だと思っていても実は現在の自分と過去の自分が混ざっているというお話でした。そして過去の自分が潜在意識の自分だということでしたね。こんな風に潜在意識の中の自分は結構顕在意識にすっと現れているんですよ。つまり感情が動いた時には潜在意識の中の別の自分が反応しているかもしれないんです。感情が動くとそれにとらわれて仕事に手がつかなかったりミスをしてしまったりしますよね。すると能力が伸びません。だからこそ潜在意識のことをよく知って感情の揺れが減るようになると能力も伸びるというわけです。ということで今日も潜在意識について勉強していきましょう。今日のテーマは基本の知恵のうちの2つ目、潜在意識を変えれば可能性が広がるです。潜在意識は過去の自分でしたね。ということは潜在意識を変えるということは過去を変えることと同じです。タイムマシンで過去を変えたいと思ったことはないですか？よく考えると過去は今存在しません。それなのにその過去が現在のあなたを形作っています。それはなぜかというと潜在意識の中に過去の自分がいてまだ過去のまま生きているということです。言い換えると潜在意識の中では時間が止まっているということです。ですから潜在意識を変えると現在が少しずつ変わって未来が少しずつ変わります。過去を変えると今とは違う自分になりますよね。自分の性格も変えられますし能力を高めることもできます。一つ簡単な例を挙げましょう。過去に人前でとても恥をかいたという体験があったとします。その時の状況は終わっていますが心の中の傷は残っていますよね。つまり潜在意識の中ではその時に人前に出るのは怖いと思った自分が生きているのです。この自分はその時の感情をまだ持っているから反応しています。つまり人前が怖いのは現在のあなたではなく潜在意識の中にいる過去のあなたの思いです。ですからこの自分が怖いと思う感情を手放すことができたらあなたは人前が怖くなくなります。すると人前で堂々とプレゼンができる性格にも変わることができるというわけです。こんな風に今までできなかったことができるようになるのが潜在意識をコントロールする成果です。潜在意識をコントロールできると他にもたくさんの可能性が広がりますから、ぜひ続けて学んでくださいね。